はいえー、3450回始めたいと思います、えー、2024年の五月じゃないや、えーなん、10月2日ですね、千二十四年の十月二日、えー、水曜日に入ったところですね、はい、今日はちょっと早めに来て、ねあの、ニュースばっかりなんでね、サクサク進めてまいりたいと思います。うん 私、あのー、10月の勤務予定も決まったんですけど、まあ、大体3日にいっぺぐらいやってきて喋 <laughs> ろうかと思いますよ、この早く寒くなりました、うん、すっかりあ寒くなりましたよ、夜ははい、ね、もう1か月ぐらいしたらストーブ炊かないとうんって感じかな今は貧乏ゆすりでなんとかね乗り切れそうなんですけど、はい、調子悪いですね、私ちょっとうんあのいつになく調子悪いあの元気もない。ねあの 余計ななことと喋らいいいでいきたいと思います千葉日報からですね、これ、事故だね、痛ましい事故だね、うん労災だね、うん、大型乾燥機の前で倒れていた男性死亡っていうことで、うん、千葉県千葉市緑区の工場で作業中事故かっていうことで、あのー、なんか大型の乾燥機に人間が入っちゃったのかな、これわかんないけど。 人が中にいるのに気づかず作動したっていうことで119番もう痛ましいっていうかね考えたくもない事故だね9月19日正午ごろ千葉県千葉市緑区のえ会社リネンテックリネンテックの工場から人が中にいるのに気づかず乾燥機が作動男性の意識がないと119番通報があったということです千葉県 千葉南署によると、えー、この工場内の大型乾燥機の前に40代ぐらいの従業員と見られる、えー、男性が倒れていて救急搬送先の病院で死亡が確認されたと、うん、医療福祉関係のタオルや寝具などをクリーニングしている工場と見られ男性の体には、えー、洗濯用袋の紐のようなものが絡まっていたと。 ということ大型乾燥機は高さ2メートルほどの大きなドラム式同署、えー、は作業中に事故が起きた可能性があると見て従業員から話を聞き、えー、詳しい経緯や男性の身元を調べているということでまあこれ第一報なんでねこのあとこの男性どうなったのか分かんないんですけどあの無事で会ってほしいなと思うんですけどこれこのまあ,あの病院とかの ねねああのの病院で使うようよな理念、ね、あのタオルとか、うん、シーツとかそういったものじゃないのそういったタオルとかシーツなどね病院で使うようなものそういったものを扱ってるまああの工場クリーニング工場だと思いますよそこで扱ってるあの使ってる機械ねあの大型乾燥機高さ 2m ぐらいまあ 2m だったらね人間入れるね。うんあの ほどのの大きさのドラム式の大型乾燥機の中に人が入った状態で作動させちゃったのっていうことだねこれちょっとこの文章だけだと状況は分かんないんだけどもうん、うん、作動させちゃってるそこでうん。 この乾燥機の前に40代ぐらいの従業員とみられる男性が倒れていてあ病院で死亡が確認されたってなってるねあ私ちょっと勘違いしてたもう死亡されたんだねうんでもその作動して止まってそんで男性自力でこれ出てきたのかなうん乾燥機の前で男性が倒れていて病院に運ばれて死亡が確認され,てされたってなってる。 でで出たんんすかかねこれわかんないけど、うん、いずれにしてもちょっと想像したくないような事故だね。あのこの手の、うん、なんかいじめかなんかでかなこの間パワハラかなんかであの、ね、クリーニング工場でその乾燥機の中に人を入れてちょっと回したとかなんとかっていうの、うんやったような気がするけどあの、まあ、全国にこういうとこありますからリネン工場、うん、あの一般のね我々ワイシャツとか。うん あの出すようなコートとか出すようなねクリーニング店ねあの商業施設に入ってるような一般向けのクリーニング店もあるしの工場もあるしねうんあと病院とかホテルとかねそのタオルとかリネンとかたくさん使うようなところっていうところはまあ業者向けの理念工場みたいなのあるんですよねうんでそういったところでこういう大型の 2m ーーぐらいの高さ 2m ーーぐらいの大型のドラム式の。 ああの乾燥機機ととかかか洗濯機とかあるんじゃないですかそれは2メー,ターだからやっぱり人入っちゃうから入れちゃうから普通に、うん、ねえちょっと考えられないけどね人間が入ってるのに機械回しちゃうっていうのは考えられないんだけどミスでも何でもちょっと考えられないんだけどあのあるんだよねこれね全国的に見ちゃうとね、うん、年に1回とか私喋ってるような気がしますよこの手のニュース、はい。本当に考えたくもない事故だけどねはい。 ね怒るわけないじゃんと人入ってたらさすがに気づくだろうと思うんだけどなんか、うん、あのー、ないんですかねこういうねなんかあのー、事故防ぐような装置装置というかね、うんはい、あの結構ねクリーニング工場とかこういう事故ねこの手の事故あと機械に挟まれたとかなんとかね、うん、そういった事故っていうのは結構ありますねあのー、携わってる方ね注意してくださいっていうことですよはい。 ちょっと恐ろしい事故ですね。はい、終わりたいと思います。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。